日の電プレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラモンです。本日は研究所突破イベントが開催ということで、瞬殺でラウンド1を終える方法、そしてカムイハンマー2000を手に入れる方法について解説していきたいと思います。はい、という前にちょっといくつかありまして、まずですね、今まで冒頭でキノコ伝説の皆様おはようございますほにゃらとお伝えしたのですが、まあ視聴者の方からですね、キノコ伝説の皆様ってプププーみたいなコメントが、まあ、そこそこありまして、まあトラも、まあ、確かにそうだなと、ちょっと違和感あるなというところで、明暗お願いしますとお伝えしたところですね、今いろいろいただいたんですけども、この日の電の皆様というのがね、一番しっくりくるなということで、はい、今日からは日の電の皆様ということでお届けしている次第でございますというところと、はい、2つ目がですね、はい、こちらですね、この動画は、今ディスコードですね、公式ディスコードで初心者攻略内容を投稿すると、まあ、スイッチとかの、まあ、商品景品が当たる、まあ、そういったキャンペーンが実施されてまして、それにね、はい、応募しようかと思いますというところと、で最後にトラえもんのプレイの前提ですが、まず戦力が360万初日からプレイしてこれだけなのは、乗り物を一切、まだ育ててないからですね、はい、これは、もう明日ですねから来る騎乗突破イベントで、ガツッと、宝石も使って戦力を爆上げしようという次第でございます。あとはですね、この内容につながっ、この動画の内容につながるのでお伝えしますが、永久パス、はい、これだけ買ってます。あとは何も課金は今まで一切してません。あ、広告免除パスも買いましたけどね、はい、永久パスですね、はい、ということで、まあ、ほぼ無課金ということでご理解いただいて、まあ、この動画ご覧いただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今日から始まっているイベント、はい、これ研究突破、まあ、1週間とね、非常に長いイベントですが、はい、見てください、トラえもんですね、もうラウンド1の、鉱石を1万2000個消費まであとわずかになりましたね。はい、あ、12万個か、12万個まであと1万8000ぐらいですか。これね、もう明日には解放できるなっていう感じです。はい、すごいでしょ。でこれね、はい、まあランキングだとまあ39位なので、まあ最初日にしたらいいのかな、ちょっとスタートダッシュを切れた感じなのかなっていうのはありますが、はい、突破ギフトはね買ってないので課金はもちろんしてないですよっていうことなんですけども、まあここまでねうまくいくかはちょっと置いといて、ただねこの研究突破、はい、大丈夫です。このカムイ寿司ね2000、はい、これ4000があると、神器を解放できます。これがね無課金にとっては一つのゴールにね、この1ヶ月はなるんですけども、この研究突破とあと2つ、はい、イベントがあって、それで、2000、3つのイベントのうち2つのイベントで2000を手に入れれば合計4000で神器を解放できるということになります。まあ、そこら辺の詳しい話はね、前回の研究突破イベントの動画、はい、出してます。そこでね詳しく話してますので、そちらご覧いただければと思います。ということで、どうやってここまで進めるのかっていうね、はい、これだったらもう瞬殺じゃないですかっていうのをね今日お話ししようかなと思います。そんなね特別なことはないんですよ。まずね、はい、これ、まあ、研究所ね、ここで鉱石を使うとさっきの、突破どんどんラウンドがね、進めていけるっていう話なんですけども、トラえもんはね今もうここまで進んでますが、この突破イベントに取り組む前はここまでですね、はい、赤はほとんど手をつけてなくて、青の、これ、はい、オンライン時のオート報酬プラス 30%、 この手前まで進めてました。はい、この手前までですね。で今日ねこれ、ちょっとこれオンライン時のオート報酬をクリックしてみたところ、はい、実はここでね4万8000も、鉱石使えるんですよ。一番下ですね、はい、4万8000も鉱石が使えて1回で、はい、なのでここでね一気に鉱石使えた感じです。なのでまだ青でこのオート報酬ね、これ手をつけてない方手をつけましょう。前回の動画では、イベントの突破前まではここ手をつけない方がいいですよとはお伝えしてましたが、イベントが始まった今はねこれつけると効率的です。はい、であとはもうね左側を今ぐんぐん進めていて、はい、ここ9261回で必要なぐらいですね。はい、この金株選別育成基礎体力プラス 2400% になるやつですね。もうここまで来てるので、はい、これもう1回ともう1回やればもういいんじゃないかな。で、はい、この一番上の加速券ですね、ポイントはまず1つ目、
はい、この加速圏がとにかく足りなくなるので、これをまあ貯めておきましょう、使わずに、もしくはなんとか貯めましょうというのがポイントですよというのを前回ね、イベントが始まる前にお伝えさせていただきました。でですね、これがね、まさかの、はい、この今日からまた始まった戦闘浮世会、このイベントでね、もうがっつり手に入るんですよ。これがまず一つ目のポイントです。はい、二つ目ですね。はい、加速圏を手に入れる方法ですね。このね、料理護衛でもうね、ガンガン手に入るんですよ。今日は、6つ薄んで60枚手に入りましたね。はい、60枚なので5分 ×60 で300分短縮できるぐらい、相当進みますよこれで。あと70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180枚、全部で180枚手に入りますので、いやここはね、いやなんだろう、運営さんのね、粋な計らいと捉えてもいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、このまさに研究所突破イベントで鉱石は、溜まります。はい、これは前言いましたね、12万はもう余裕で溜まります。ただ加速圏が足りなくなりますよとお伝えしていた中で、ここで加速圏が大量に手に入るイベントをシークレットサプライズで、いきなり入れてくるっていうね、これは粋ですよ。はい、なのでもうね、トラえもんこれを開けた瞬間はもう来たなと、はい、イベントガンガン進むなということです。はい、実際進みました。はい、これね、でかい、これは本当にね、トラも加速圏はそんなに貯められてなかったんですけど、ここで一気に60枚か手に入ったところはね、非常に大きかったですね。はい、ガンガン進みました。いや本当ね、運営さん粋な計らいをどうもありがとうございますという感じかな。特に無課金、美課金の方向けにね、という感じかと思います。で、あとはこれ、はい、今の流れに乗りながらこのね、研究突破も進めるとまた加速圏手に入るんですよ。まあ、数はね、さっきよりは少ないですけども、はい、それでもね、はい、まあ、この通り5枚ずつですね。はい、で 1,2,3,4,5,6,7 35枚手に入るかな。はい、ということでね、ここもまたね、美味しい、進めば進めるほどまた手に入ってっていうね、非常に、この研究突破イベントとさっきのね、料理護衛か含めて、このイベントをね、突破しやすいようないい仕組みになってるんですよ。ここはね、まあ普通にやればいいんですけどね、特に特別なことをやるわけではないんですが、まあここはね、はい、トラも気づいたのでお伝えしますと、まあポイントですよ。はい、であとはね、一応ね、鉱石は普通にやってれば12万は貯まります。はい、ただ一応トラもどんなふうにやってるかお見せしようかなと思います。まあね、基本は深さよりも鉱石を優先するっていうことですね。はい、今のこのイベント期間中は特に、はい、深さよりも鉱石を、優先する、まずこれですね。で、あとは、はい、まあ、こういうね、鉱石がたくさん集まっているところで火薬、はい、これを躊躇なく使うと、はい、いう感じですね。で、あともう一個は、今はねタイミング的にはあんまり良くないんですが、ドリル、はい、ドリルが出てるときはドリル使っちゃいます。はい、でもそれでもね、全然減らないんですよね。まあ1個出たら1個使ってるからってこともあるかもしれませんが、はい、まあ例えばここでね、まあここは意味ないんですけど、この場合はね、はい、本当はここに鉱石とかって使う感じなんですけど、はい、まあそんな感じでね、うまく、まあ鉱石を優先して、深さよりも鉱石を優先して割っていきながら、火薬をもう超悠長なく、あ、間違えた、容赦なく使いながら、はい、ドリルを、効果的にね、はい、使っていくと。特にドリルがある列が出た時はもう使えますっていう、そんな前提ですかね。はい、まあこれでね、本当に1週間で12万はね、もう余裕で溜まりますから、はい、もうそこはご安心ください。とにかく加速圏が足りなかったというね、大きな課題がまずあった。それが今回この研究突破のイベントで進めるの出るのと、料理護衛で手に入りますよっていう話ですね。で、もう一つはさっき、じゃあ鉱石を大量にいっぺんに使うにはというところでお見せした4万8000鉱石が使える、あのオンライン時のオート報酬プラス 30%、 あそこを、押すことをね、おすすめしますよというお話でした。まあでもあそこがなくてもね、加速圏今回ガンガン手に入るので、
左側をね、右側終わってる方は左側をどんどん進めていれば、まあ多分ね、結局は同じ風にたどり着くことが、たまたまトライマンまでそこ当てなかったので、一気に4万8000円使ってスタートダッシュを切れましたが、ここまでのスタートダッシュを切れなくても、全然、はい、ラウンド1は余裕で終わりますね。という形になるかなというのが、今回分かりましたので、はい、無課金、万歳、美課金、万歳っていう感じかと思います。ただ下手したら研究突破でね、もうラウンド2まで行っちゃう人いるんじゃないですかね。まあそこまで仮に行けたらね、はい、もう今後のイベントはね、あんまり気にしなくても、まあ気にした方がいいか。はい、まあ、カムイズチが、ハンマーね、一番上のハンマー、これが大いに越したことはないですからね。まあただね、まあラウンド1を終えて、ラウンド2を終えるには、加速権がさらに必要なので、ちょっと難しいかもしれませんね。はい、なのでまあ、まずはラウンド1を確実に終わらせる。はい、で、終わりますよ。ご安心ください。はい、なぜかというと、というお話をね、今回はさせていただいたところでございます。はい、いや、ほんとね、これは運営の生き計らいだなと、勝手にね、ポジティブなトライマンは捉えておりますけども、初日からね、ここまで分かって、いられるというのは、非常に安心してね、このイベントを楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日は以上となります。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。